を聞かせてくれないかな。僕は迷いちゃんの知り合いなんだ。弁護士のなるほど龍一って言うんだけど。なるほど。ではやっぱりあなたがあのなるほどくんなのですね。なるほどくん。ええ、もちろん存じ上げております。迷い様の大切な人。なに迷い様から聞いております。この世で最も冷や汗が似合う弁護士様だとか。どんな弁護士だよ。もしかして迷い様のために今こそ立ち上がるのですね。もちろんそうですとも。ああ、なんて美しい、そのひたむきな瞳にきらめく大人の愛。やめて、恥ずかしくて死ぬ。